このアルコールはですね、揮発性有機化合物の市販ラベルを使用した区では卵が全滅をしてしまった廃培養専用ラベルガスニルになります。こんにちは、培養室の川野と言います。私からは YSYC の取り組みとして、今回は廃培養専用ラベルガスニルの誕生ということで、お話をさせていただきます。まず、受精卵ですね、患者様からお預かりした受精卵が育つ環境ですけれども、主に培養液と基礎環境という2つの要素が必要になってきます。まず培養液ですが、アミノ酸やビタミンなどいろいろな成分があり、メーカーごとにさまざまな配合で作成されています。次に基礎環境ですけれども、二酸化炭素、酸素、窒素を厳密にですね、このインキュベーターという機械で調節をしながら培養していく必要があります。このような容器の中で受精卵は培養液の中に入り、そこをミネラルオイルが覆っているような環境で育ちます。また基礎環境はここに示したような条件で厳密に調整をされた上で、このインキュベーターで管理されてですね、育っていくわけです。このインキュベーターにはたくさんの患者様の培養容器が入るので、ここで取り違いを防止する対策が必要になってきます。この取り違いを防止するためにどういうことがされているかといいますと、この培養容器にですね、サインペンで患者さんの情報を直接記載するということを多くの施設が採用していました。しかしこのサインペンですけども、インクの成分がアルコールです。でこのアルコールはですね、揮発性有機化合物というものに分類されまして、簡単に言うとこの親水性の部分と親油性の部分、2つの部分から成り立つ分子化合物です。つまりこれが何を意味するかというと、培養液にもオイルにも溶ける、つまりはオイルを通り抜けて直接卵に影響してしまう物質であるということが分かっています。このことが論文で発表されて、このサインペンを使う方法というのは良くないんじゃないかということが情報として各施設に浸透してきました。そこでこのサインペンで書いた後に乾かしたらどうか、色鉛筆で書いたらどうか、この容器を直接削って掘ったらどうか、いろいろな方法がですね、いろいろな施設で試されてきました。さらにですね、最近では培養情報の電子化に伴いまして、患者情報を直接このようにラベルシールとして印刷をして、直接ですね、培養容器に貼り付けるということで、患者さんの情報を正確に管理できるようになってきました。当院でもですね、この培養室のシステム化してですね、このラベルを採用して患者情報の管理を行おうとしたわけなんですけれども、この安全性の評価データというものが存在しませんでした。ですので、マウスの卵を使って市販品のですね、評価をしてみました。そうしますと、このラベルを何も貼らなかった場合に比べて、この市販ラベルを使用した区では、卵は全滅をしてしまったということが起こりました。そこでですね、当院ではこのラベルの毒性について、これまで徹底的に調べてきました。ガスクロマトグラフィー解析という成分解析を行ったところ、この培養液中からサインペンを使った時と同様に揮発性有機化合物が検出をされたということがありました。結論ですが、これまで安全なラベルというのを探しても見つからなかったということだったんですけれども、これは培養環境での使用を想定して製造されたラベルというのが今の段階では存在しないということが明らかになったということになります。それでは、安全なラベルがないなら作ろうということになったんですけれども、私たちのですね、学会発表を見た、日本ブレイディさん、これはラベル業界の大手の会社さんなんですけれども、ラベルの改良に名乗り出てくださいました。そこで日本ブレイディさんが、扱っているこの低アウトガスラベルというですね、揮発成分がほとんど発生しない特殊な工業用ラベルで、これは主に音響機材などに使用されるものです。これをベースにしたらいい製品が作れるんじゃないかということで、共同でですね、ラベルの開発を始めました。これ各学会でですね、実際に
いろいろ使ってみて受精卵の成長に影響を与えなかったかどうか、あとは揮発成分っていうのは検出されないかどうかっていうことを徹底的に調べました。研究を重ねてですね、この完成したラベルがこちら、肺培養専用ラベルガスニルになります。この製品の誕生はですね、このラベル業界にも大きく取り上げられまして、ラベル新聞、日経工業新聞などの、専門誌やこのヤフーニュースにも、取り上げていただきました。現在ではですね、培養に、優しいラベルとして、多くの不妊治療施設で採用されており、患者様のお役に、立っている製品です。また細胞培養、などデリケートな、培養環境が必要な大学や研究機関などでも採用されてきております。最後になりますが、患者様の治療成功のために YSYC は全力で取り組んでいます。